マスターとです。聖書メッセージの時間となりました。感謝いたします。ではお祈りいたします。天のる中様、この聖書メッセージの始めから我まで導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。雨。皆さん、何を願いますかはい。私は、まあ、一部で、 頑張っってて人登録を願いますねこのような願いではありません。では早速、この聖書の学び、見言葉、今日は、旧約聖書の最後の章ですね、マラキ書からの一章からですね、を見ていきたいと思います。特に今日は、この題が適切かどうか分かりませんけど、旧節の今、恵みを受けるために、神に願ってみよう。 えー、マナキがあ私たちに、えー、このお問いかけていますね。はい、では早速お,お,お,お読みいたしますマラキ書。えーえー、まず一言お祈りいたします天の父なる神様、この者が、えー、御言葉とおに接しますどうかこのものに知恵と力またあ私の思いではなくて神様の御霊,精霊によって導いてください。 感謝して、イエス様のお名前によってお渡しします。感謝致します。マラキ書一章。戦国、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉。私はあなた方を愛していると、手話を忘れる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたんですかと、エサはヤコブの兄ではなかったのか、主の見つけ。私はヤコブを愛した。 私は餌を憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地を荒の若干のものとした。たとえ、エドムが私たちは打ち砕かれた。だが、廃墟を立て直そうと言っても、番号の死はこうせられる。彼らは立てるが、私は打ち壊す。彼らは悪の国と言われ、主のとこしえに呪う民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見ていいよ。 主はイスラエルの地図界を超えて偉大な方だと。子は父を敬い、えー、下火はその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。番組の主はあなたに教えられる。私の名を下げむ妻子たち、あなた方を言う。どのようにして私たちがあなたの名を下げみましたか。 とあなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げてどのようにして私たちがあなたを汚しましたかという主の食卓は下げ済まれてよいとあなた方は思っているあなた方は盲目の獣を生贄に捧げるかそれは悪いことではないか足の泣いたもの病気のものを捧げるのは悪いことではないかさああなたの総督のところにそれを差し出してみよう 彼はあなたを読みしあなたを受け入れるだろう番号の主は仰せられるさあ今恵みを受けるために神に願ってみようこれはあなた方の手によることだ神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか番号の主は仰せられるあなた方のうちにさあなた方が私の祭壇にいたずらに火を点ずることがないようにと閉じる人は誰かいないのか私は あなた方を喜ばない。番組の死は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。火の出るところからその沈,その沈むところまで、私の名は四国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、甲がたかれる。私の名が四国の民の間で崇められているからだ。番組の死は仰せられる。 しかし、あなた方は、主の食卓は汚れている。その果実も食物もげ下げ進まれていると言って、祭壇を冒徳している。あなた方はまた身を何とうるさいことかと言って、それを軽蔑する。番組の死は伏せられる。あなた方は、かすめたもの、足の苗たもの、病気のものを連れてきて、捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は伏せられる。 群れの内にオスの獣がいてこれを捧げる捧げると誓いながら損傷のあるの種に捧げるずるいものは呪われる私が大いなる王であり私の長四国の民の間で恐れられているからだ番組の主は仰せられる、えー、感謝いたしますまあ一章から、えーまあ、注目する箇所はさあ今 恵みを受けるためにか神に願ってみようと、まあ、題してみ、えー、ましたけど、えー、この真、えー、キ書、えー、この特に三、えー、章の十、えー、節からですね、えー、こう神様がチャレンジをしてい、えー、っています、えー、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて。 私の家の宿物としてこうして私を試してみよう番組の主は仰せられる私があなた方のために天の窓を開き溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようという説もあります四、えー、この、えー、4章をお読みいたします、えー、見よその日が来る かまどのように燃えながら、その日、すべて高ぶるもの、すべて悪,悪を行うものは、わらとなる。来ようとしているその日は、彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。番組の主は恐れる。しかし、私の名を恐れるあなた方には、儀の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の子子のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは、 私がことを行う日にあなた方の足の下ではいとなるからだ。番組の詩は教えられる。あなた方は私の下べモーセの立法を記憶せよ。それはホレブで、イスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである見よ。私は死の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者、エレアをあなた方に使わす彼は父の,子を心父の心を子に向けさせ。 この心をその父に向けさせるそれは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだはいえー、だいぶこの注目する言葉から離れていますけど、えー、マラキショは既約聖書の最後ですね、えー、この聖書は一貫として私の救い主主イエス・キリストのことが述べられていますこの世のを見て、えー、神様はその一人をまたそれこう この世お使わされました。クリスマス。所持を周りを通して、イエス様はこの世に来られました。そして、三十三年の歩みをして、人間と同じ姿をとって、そして、十字架でその神様自身が、その清い血を流して、私の罪、あなたの罪、全人類の罪、福音ですね。この罪を十字架で、完成されました。完成されました。救いを成就されました。感謝いたします。そして、神に、 墓に褒られて3日目によ,よ,よ,よみがれましたもうイースターですね神様が復活されました望みですね初歩ですねそして42日間ケッパをはじめ500人の方々に現れて天に昇ばる時また来るとよくそくさいそして助け主聖霊を渡りに会いました聖霊はご神節に下りました私は感謝いたします今イエス様は父なる神の右上の座にあって、えー、祈っておられます私はこの 父なる神様、こなるイエス様、聖霊なる神様によって日々、歩む、幸い、望みがあります。感謝いたします。えー、今日の取材は、えー、マルキ署の一章の一節です。えー、一章のさあ、今、恵みを受けるために、神に願ってみよう。あなたもこの福井の恵み、幸いの恵みに、えー、預かりませんか現在は。 特に、えー、ロシアとウクライナがの戦争で多くの命が、あもますまち、あ、戦争ですね、多くの命が流されています、えー。この地に平和、この地に、えー、ということで、神様はこの聖書によると、まあ、アシュリアもイランも、 おアシイスラエルもユ,ユダも、えー、バビロン、アシリア、バビロンって滅びました、多くの、えー、血が流されました、えー。神様は見ておられます、この地に平和、この地に、えー、幸いがあることを願いますけど、現実は、えー、こうですね、この永遠の命、あなたもこの滅びく魂じゃなくて、 イエス様を信じる魂願ってみませんかネク、えー、肉体が滅びてそれで終わりでしょうかイエス様を信じて永遠に生きる望み、幸は恵み、えー、復活された希望としてこの霊的に生きる幸は恵みをあなたに,にと願っています。マサトのこの聖書、メッセージを感謝いたします。えー、この聖書、特に今日は ラキ書ですけどこの旧約いろんな部分がありますけどあなたも特に、えー、生きる幸い恵み、えー、幸いに預かってこの真理の言葉聖書の言葉に、えー、預かってほしいと願うものです、えー、まさとこの YouTube チャンネルでは、えーまあ、この聖書メッセージまた、えー、聖書一日一章では あなたの言葉をあなたの心にあなたの魂にまた聖歌、えー、賛美ではあなたの魂に聖火、えーえー、今週は、まあ、試練献、うんえーまあ、身ということで今このような厳しい状況またいろいろな、えー、その私自分自身も見るとまた他の問題見るとなかなかうまくいかない人生、えー、悩み、えー、どうやって生きるかどうやって信じるか 私も若い時にこのこのような問題に接し、この聖書と出会いイエス様を信じる際は恵みに、えー、預かることができました。新たもこの。 光に、福音に預かるものとして欲しいと願うものです。感謝して、イエス様のお名前によってもいたします。雨、め、感謝いたします。このマスターとの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願い,いたします。次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。週明レッツパッションプレゼン、シャロム、シャロム。